何です。みんなが知ってるか知らねえか、私は知らねえんだけど、私接客業のアルバイトを昔よくしてたんですよ。でね、まあ、接客業のアルバイトをしたことがある人ならわかると思うんだけど、きついんですよ。そこそこ接客業は結構ね、疲れること、腹立つこと、これぶっちゃけあります。なので私は過去にもね、こんなお客さん嫌だよねみたいな、まあ接客業あるあるみたいな動画出したことあるんですけど、実はまだまだ嫌なことあります。ということで今日は、店員の言い分を聞いてくれ、こんな客は嫌だ、これをね、またいくつか紹介していきたいと思います。店員も人間って言葉忘れちゃいかんって。それでは行きましょう。1、記憶喪失客。いらっしゃいませ、ご注文お伺いします。 BLT サンド5つとアイスコーヒー5つ。はい、 BLT サンド5つとアイスコーヒーが5つですね。かしこまりました。アイスコーヒーはすぐお出しすることができるんですけれども、ちょっとお食事の方ですね、15分ほどお時間いただく可能性あるんですけれども、よろしいですか？あ、大丈夫ですよ。ご協力ありがとうございます。それではお会計3500円でございます。3分後。ねえ、 BLT サンドまだ？あ、え、私時間かかるって説明したし、なんならまだ3分しか経ってねえよな。お客様大変申し訳ございません。お料理の方がですね、注文が混み合っておりますので、もう少々お待ちください。いやいや、そんなこと言ったってね。いや、もうアイスコーヒー飲み終わるんだけど。大変申し訳ございません。あとどんぐらいかかんの？マジでね、おるさ、こういう人。ファーって感じやろ。時間かかるって私念押ししたよね。え、記憶喪失かな？いや、としたら結構深刻やけん、病院に連れて行こうか。タクシー拾ってやっけん、外出て。こっちが指定した待ち時間も過ぎても、それでも商品渡せねえならこっちのミスですよ、それは。けどまだ3分ぞ。私15分待ってって言ったよね。いいよっつったよね。3分で切れてくんのやめて。あのね、あんたがね、アイスコーヒーば飲み終わった情報知らんさ。じゃあペース考えろよ、アイスコーヒー飲むペース。配分下手？ 3 分で飲み終わるかな、普通。絶対あれやろ。長距離走とかで、最初行きってめっちゃ飛ばして、で後半バテてなんかもうゼー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 して、でゴールしたのにめっちゃ血の味するっていうタイプやろ。ココイチ行った時とかもさ、毎回ルーが先になくなって、毎回ルーが先になくなるとに、マジでルー少ねえわって毎回文句言うっす。君の配分が下手なだけとに。じゃあ最初からルー多めにせろさって思うさ。ああ、あれか、多分ルー多めにするのもココイチってちょっとお金かかるやん。それすらも出したくないって感じですか？なんなんだよマジで。てかさっきから私は何の話をしてんの？ん？2、通訳客。いらっしゃいませ、ご注文お伺いします。ブレンド一つと、エリカ何がいい？うん、くすぐってくすぐってえ？あ、オッケー。ココアで。ブレンドコーヒーがお一つとココアがお一つですね。サイズはどうされますか？ブレンドは M サイズで、エリカどうするサイズ？ M サイズ。え、何？ LL サイズ？食いしん坊じゃん。くすぐってん味じゃん。エリカやめろやめろ。俺が耳弱いの知ってんだろ。あ、どっちも M で。何？もともとその知らない人と喋るのがちょっと苦手な人だったりとか、まあ、外国の方だったりとか、そんなんやったら全然違和感感じんけどさ、ちゃんと喋れる場合はさ、そのいる？その通訳みたいなやつ。この流れいる？この流れ。この流れいらんくない？この流れ。無駄じゃない？これでよくない？これで。この流れでよくない？一瞬修学旅行のバスの中で伝言ゲームやらされてるのかと思った。もう私これは本当にね、会ったことあるんですよ、こういうカップルに。本当にめちゃめちゃ時間かかって、もうすんげー二人でケタケタ笑って並んでんのよ、後ろに客も。本当になんかやめてくせがったへんみたいな。何なの？いや、熱々なのはいいことよ、ラブラブなのはいいことだけどさ、ちょっと私でも喋ってくれん？普通に。3、自分中心客。はい、オレンジジュースと卵サンドですね。かしこまりました。それではお会計が900円でございます。お姉ちゃん、ブレンドね、うん、500円で。あ、お客様、ただいまですね、こちらのお客様が対応しておりますので、ちょっと後ろの方に並んでいただけますか？あー、もう、そうなんとよかけんが。あ、ブレンドね。はい、ブレンドコーヒーですね。かしこまりました。それではですね、こちらの後ろの列に並んでもらってもよろしいですか？すみません。お客様大変申し訳ございません。お待たせいたしました。1000円ですね、お預かりいたします。ブレンドもすぐ出せんとね、ここの店は。じゃあ、おかばい。帰っけん。何年目や人生。並ぶこと知らんと？横から入ってくんなって。うるさい、ちょっと。今対応しとるお客さんの顔見てみ。めちゃめちゃ困惑しとっけん。バリ気まずそうやん。私も気まずいし。やめてそれ。さ、人がどう見たって並んどるやん、みたいな、ね、列があっとにいいよ。横から入ってくる人マジでうるとさね。もうジャイアン的思想。で、こういうことするのってね、ちょっと年齢が上の人っていうのは結構多いんですよね。だから、その耳も遠いんで話もちょっと通じない。そのちゃんと列にね、こうおとなしく後ろに並んでくれるならいいんですけど、文句言われたりとか、まあ、ふてくされて帰られたりすることもあるんですよ。どこに怒りスイッチがあるかわからんけん怖い。
そういうの結構腹立つんですけど、とにかくねもう自分を落ち着かせるしかないんですよ。もうレジに立ってる場合はね、接客業はねとにかく我慢ですよ。4、閉店ギリギリ居座り客。あーもう営業終了5分前か、働いたね今日。いや大丈夫大丈夫、もう看板消したもん。さすがにこの終了5分前に入ってくる人いないでしょ。ウィン、よし間に合った。いらっしゃいませ、お客様お持ち帰りでしょうか。あー店内で。店内ですね、かしこまりました。あのですね、あと5分程度であの営業時間終了してしまうんですけれども、よろしいですか。 あと5分、大丈夫だよね。あ大丈夫っす、あのすぐ出るんで。あブレンド2つ。いや大丈夫じゃねえの、大丈夫じゃねえの、大丈夫じゃないの。こっちがマジで閉店ギリギリに店にやってきて、あ大丈夫すぐ出るからって言ってる人がマジですぐ出たことってねないんですよね、私の経験上。これで本当にあの営業時間内に出てくれるならいいんですよ。けど営業時間過ぎても堂々とあの椅子でね座ってね足組んでね喋ってんのよ、楽しそうに。それでこっちがしぶしぶ言うやん、あすいませんお客様もう営業時間過ぎましたって。そしたらめちゃくちゃ不服そうな顔しながらよ、あはいもう出るから。でこの後中村さんもさ、でまた楽しそうに話し始めんのな。君が仕事終わりに同期と楽しい話をカフェでしたいように、私もすぐに締め作業をして家に帰ってネットフリ見ながらスーパーで半額になった弁当を食いたいんですよ。それすらもさせてもらえないですか。5、巻き散らし客。これはあのトイレでね、あのいろいろ巻き散らすだけ巻き散らして逃げるお客さんの話ですね。その普通の考えをしてらっしゃるお客さんからね、そのあちょっとあのトイレ行ったら結構汚かったですよとか、まあ、ありがたくね報告受けることがあるんですよ。だからトイレに行ってみるじゃないですか。そしたらね、いやお前普段家でどんな風にトイレしとっとってレベルで床がびっちょびちょのこととかあるんですよ。いやあのその手洗った時に飛び跳ねたその水がその床にバチャって落ちちゃったとかならいいよ。ちゃんとめちゃめちゃおしっこの時あるし、うんこが床にしっかりポトポト落ちてた時はさすがにちょっと義務教育を終わらせたか聞きたかったね。それをね自分である程度処理して帰ってくれるなら私もまあ目はつぶりますよ。けどマジで黙って帰るやつ、黙って逃げるやつ、おるっさ。あのさ犬、いや犬でもさ後ろ足とかでこう土掘ってさ証拠隠滅しようとするよ、それすらもせんと。6、子供放置客。私はカフェで働いてたんですけどね、よくなのママ友がお茶をしに来ることがあるんですよ、子供も連れてね。やっぱ子供からするとカフェってすごく退屈な場所じゃないですか。ごめんなさいゲップですね。だからあのすごくあの走り回ったりとかねしちゃうんですよやっぱり。それでまあ店内を走り回って鬼ごっこする、規制上げる、その目型の巨人が他の巨人呼ぶ時みたいな、もう規制上げるんですよ。うわーっつって心配になったもんね、カフェ襲ってこんか巨人が。でもね私たちはねその子たちをちょっと静かにしてとかね言えないんですよね。やっぱり子供を注意できるのは親だけっさ。で親見るやん、注意もせずにねママ友と楽しそうに喋ってるやつとかいるんすよ時々。やっぱりケーキとかめっちゃ美味しそうに食べてもうこんな子して、はーとかも、と思ったのこっちって思って。これに関しては子供は悪くないんですよね、注意しない親が悪い。そのやっぱ生まれたての子だったらそのあやしてもあやしても泣いちゃうことだってあるから、それは全然いいんです。ただその注意すれば絶対に静かになるような年齢の子供の子もいるじゃないですか。そういう子たちに注意もせずにあの放置してその楽しそうにおしゃべりするのはいかがなもんかと思うよ。もうそんなことするならちょっとテイクアウトして公園で食べてよ。はいこんな感じですね。まあお客さんもお客さんでね店員さんの態度に腹立つこともあると思うけど、あの店員も店員でねお客さんの態度に腹立つこともあるんですよね、まあ、人間思い合うことがいかに大事かが分かりますよね。けどね本当接客業を経験してよかったなって思うことは店員さんに本当に優しくなれることなんですよね。だから私あのめちゃめちゃあの態度が悪い店員さんとかに当たったとしてもなんか許せるもん。あこいつ多分疲れとったわいねって思っちゃうもんね。あかわいそうになって思ってしまうさね、やけん許してしまう。まあでも接客業を経験してやっぱもういろんな人間おるなって思う。まあ、YouTube もね、YouTube も始めて、まあ、いろんな人間おるなって、まあ、コメントでやばいコメントしてくる人もやっぱ時々いるからさ。優しい人は本当に優しいし、もうやばいやつはやばいし。だからこそ私はちゃんと人のこと考えられたりとか、周りが見えてるね、男性とか見てしまうと、軽率に、あの、席入れたいし、軽率に同じ名字になりたいし、あの、軽率に同じお墓に入りたいですよね。やっぱりお墓のタイプはあれですかね。私のお墓の、あの、私がね、私のお墓のタイプはよくあれなんですよ。あの、こう、石を避けて、下に入るタイプなんですよね。でも下に入るタイプって今時聞かない。チャンネル登録お願いします。何でもするから、インスタはしたから。チャンネル登録